ペタル FC はベネズエラの首都カラカスを本拠地とするサッカークラブである。チームカラーにはイタリア代表と同じ青と白を使用している。クラブは1948年8月18日に9人のイタリア系移民によってデポルティボイタリアの名称で創設された。1958年、ミノ・ダンブロシオが彼の兄弟ポンペオ・ダンブロシオと共に デポルティボ・ボイタリアの運営を掌握した。デポルティボ・ボイタリアは、その後20年間にわたって、ベネズエラで、最も成功したチームになった。この黄金時代には、ベネズエラ1部リーグに4回、コパ・ベネズエラに3回優勝して、準優勝も1部リーグで5回、コパ・ベネズエラで1回あった。またコパリベルタドーレスにも6度出場した。1971年のコパリベルタドーレスでは、 デポルティーボ・ボイタリアは、エスタジオ・ド・マラカナンで、ブラジルチャンピオンのフルミネンセを破りもした。その試合は、ペケーニョ・マラカナその名でよく知られる。1998年夏、デポルティーボ・ボイタリアは、デポルティー・ボ・チャカオと合併し、デポルティー・ボ・イタル・チャカオと名称を変更した。2006から07シーズンに、チームは再び元の名前である、デポルティーボ・ボイタリア FC に戻した。 2008から09シーズンには、エドアルド・サラゴ監督の指揮の下、リーグ前期優勝を果たし、コパリベルタドーレス2010の出場権を得た。2010年夏、クラブ名をデポルティーボペタレに改名した。ありがとうございます。